フラッシュ153。2023年9月29日、金曜日東京、後楽園ホール。下向き黒三角セミファイナル。第9試合、ウェルター級3分 3R 延長 1R。ゼロカイト、レジェンド、KO1R2 分36秒、3ノックダウン。かける大器、ハリケーンジムチームオガキック、ビッグバンウェルター級王者。写真、カイトの左フックが直撃。 カイトは、ザ・アウトサイダーを経て2017年10月にクラッシュデビュー。強靭なフィジカルの強さを活かした攻撃力を誇り、戦績は8勝、6KO、5敗。2020年3月の第3代 K1 スーパーウェルター級王者決定トーナメントに出場したが木村、フィリップ、ミノルのご腕の前にマットに沈み、 同年8月の第7代クラッシュウェルター級王座決定トーナメントでは近藤先駆けなりに KO を負け。2021年3月にネイジンタ、アリに KO を負け。12月にはアンポルキアに KO を負けと泥沼の4連続 KO を負けを経験したが、2022年8月のユキテル戦で KO を勝ちして再起したのもつかの間、2023年3月の松岡力戦で判定負け。 大輝は今回がクラッシュ初参戦。地下格闘技やアークン、オールジャパンキックボクシングネットワーク、で試合を重ね、プロ参戦目で元 MA 日本ミドル級王者、イバ博広之を判定で下してアクン王座を獲得。2023年4月には野村大地を破り、ビッグバンウェルター級王座に就いた。6月には K1 での入りや安保と対戦したプライチュンポンにも判定勝ちしている。 戦績は7勝、4KO、無敗、1R、右カーフの蹴り合いから、カイトが左ミドルを蹴るとダイキはジャンプしてのフックを打つ。前に出るカイトだがそこへダイキが右カーフを蹴っていき、カイトはダメージを感じさせる反応に。勢いに乗るダイキは右カーフ、右ストレートと構成に出るが、カイトが勝負をかけて左右の連打でダイキにロープを背負わせ、左フックでダウンを奪う。 さらにラッシュをかけるカイトが左フックでダウンを追加。最後はコーナーへ詰めての左右フック連打を見舞ったところでレフェリーが試合をストップした。歓喜するカイトは、大木選手、ありがとうな。ベルトを2本持ってるって言ってたけれど何の意味もなかっただろう。これがクラッシュじゃ、ボケ。と勝ち誇った。